綺麗なスタジオで何を作ってるんですか。もう完璧。完成です。完成しました。せっかくなんで鑑賞。鑑賞。うん、あ、うまい。ボッキ飯クッキング。さあ、ボッキ飯クッキング、はい、何ですかこの。しゅめけんさんといえば、はい、ボッキ、はい、ということで、ボッキにいい、うん、なんか食べ物や気を使ったフードの料理だったりを教えていただきたいということで。わかりました、はい、じゃあ僕が毎日飲んでいるボッキドリンク、ボッキシェイクをね、紹介したいと思います。毎日飲んでるんですね。毎日飲んでる。用意したのは、はい、まあ、ミキサー、はい、まあ、モンモントッパ、モンモントッパ、これはプロテイン、牛乳、くるみ、アボカド。本当はね、バナナがあったらもうちょっとフルーティーだったんだけど、バナナをちょっと伝え忘れてしまいないんですけども、これだけでも全然美味しくいただけます。美味しくいける。役割を説明しますと、はい、アボカドの不飽和脂肪酸、この脂肪酸は、男性ホルモンの源になりますから、いくら男性ホルモン出る行為をしても原料がなかったら作れないということで、うん、2種類、牛乳は美味しいもの、やか、はい、プロテインで味をつけて。モンモントッパは何かというと、はい、カフェインとテアニンを効率よく摂取したいということで、僕は半分の量入れてます。もうほんとね、こんな目分量ですから。うん、ガーッといくんです。すごい綺麗なスタジオで何を作ってるんですか。ボッキリ2杯。アボカド、これね、コツがあってさ、牛乳入れて、粉入れて、牛乳入れないと混ざんないんだよね。はい、モンモントッパは僕が作ったドリンクなんですけど、はい、本当に自分が欲しいから作った、うん、マジアボカドはもうめちゃくちゃ食べるようになるし、ペルシンっていう成分がね、乳がん予防とかってこんぐらいですかね。そんなもんね。イメージ。はい、すごく目分量なんで適当です。よし、早っ。やる前にこうやって作って、はいはい、おお、すごい。これのいいところがもうこのまま飲めちゃう。完成ですか。完成です。完成しました。せっかくなんで、せっかくなんで綺麗になりますよ。綺麗にわー、すごい。ということで、誰ですか。あ、農場、農場か、農場。何度も何度も1年もやっておりますけど、じゃあちょっと飲みましょうか。はい、はい、政治家たちは乾杯をするときに乾杯という意味を言います。なぜかというと、乾杯、負けるという意味合いからこの言葉です。だから乾杯としてこうやってで乾杯をしてください。面白い。鑑賞、鑑賞。触ろう、触ろう。股間をフィンタで、ビビビビビンタで。あ、うまい。うわ、うまい。これでタンパク質がだいたい 30g、 カフェインが 100mg。 おいしい。うまいでしょ。これはすげえおいしいです。これでボックスだといいでしょ。めちゃくちゃいいです、うん、苦しいことをしなくちゃいけないのかと思ってましたけど、楽して